日本の芸能ニュースチャンネルの親愛なる視聴者の皆さん、こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。本日も盛りだくさんのニュースをお届けしますので、どうぞお楽しみください。それでは、早速本日のトピックスに移りましょう。ラウールが、目覚ましテレビで、初キャスターに、好きなコーナーは、今日のワンコラウールスノーマンが、富テレビの朝の情報番組。 目覚ましテレビのキャスターとして、7月期のエンタメプレゼンターを担当する。スノーマンが富士テレビの朝の情報番組、目覚ましテレビのキャスターとして、7月期のエンタメプレゼンターを担当する。ラウールが出演するのは7月2日、16日、8月2日の、計3日間。6時台に放送されるエンタメコーナーをはじめ、今時、目覚ましじゃんけんのコーナーで、 生原稿を読むほか、7時代からは MC として番組終了まで出演する。ラウールが初めて、目覚ましテレビのスタジオに登場したのは、デビュー2ヶ月の16歳の頃、それから4年後にエンタメキャスターとして帰ってくることについて彼は、初めてキャスターをやるので、フジテレビに入社した気持ちで頑張りたいなと思います。と意気込みをコメントしている。 また一番好きなコーナーは今日のワンコと回答し、小中学校に通っている時は今日のワンコを見た直後に家を出るというルーティンがありましたと語った。フジテレビ系目覚ましテレビ。毎週月曜から金曜5時25分8時。ラウールコメント。エンタメプレゼンター就任の感想。目覚ましテレビはよく見ていて週に1回くらい。 俳優さんやアイドルの方が原稿を読んでいる姿をチェックしていたのであれができるんだって僕は原稿を読んだりするのがそんなに得意な方じゃないので一瞬アナウンサー気分になれるのではと楽しみにしていますでも僕で大丈夫ですか笑いメンバーにキャスターをよくやっている阿部良平ちゃんがいるのでいいアドバイスをもらってこようと思います めざましテレビのイメージ小さい頃からずっと見てきた目覚ましテレビは私にとってほんわかとした特別なイメージがありますその温かい雰囲気は番組全体の色合いや特にカルベさんの存在によるものかもしれません朝の時間になんだか心地よく優しい気持ちになれる番組ですね目覚ましテレビは日本の朝の情報番組として 多くの視聴者に愛されています番組は明るくポジティブな雰囲気を持ち最新のニュースからエンターテインメントライフスタイルに至るまで幅広い情報を提供しています特にカルベさんのナビゲートするやりとりは視聴者に安らぎと楽しさをもたらし番組全体に温かな雰囲気をもたらしていますこの番組は単なる情報提供を超えて 視聴者が一日をポジティブに始められるような心地よさを提供しています。朝の時間を優しく包み込む目覚ましテレビは視聴者にとって日常生活に欠かせない一部となっており、その存在感は今後もさらに広がっていくことでしょう。好きなコーナーは一番好きなのは今日のワンコ。小中学校に通っている時は、 今日のあんこを見た直後に家を出るというルーティンがありました。家を出る前にちょっと行きたくない気持ちってあるじゃないですか。そこをポジティブに変えてくれる好きなコーナーです。今日のあんこのあんこ側で出られないかなってデビューの頃とか考えてたんですけど、なかなかオファーが来なかったので笑い。VTR を見てコメントできるのはすごく楽しみです。カルベ新一アナウンサーの印象 ノリが良くて、僕がトンチキな方向に行っても乗っかってくれそうというか、包み込んでくれるユーモアがある方というイメージ。カルベさんと一緒にお仕事ができることが嬉しいですね。視聴者へメッセージ。初めてキャスターという形でやるということで、フジテレビに入社した気持ちで頑張りたいなと思います。ぜひ見てください。高橋龍平チーフプロデューサーコメント。 マンスリーエンタメプレゼンターがスタートして6年、ついにラウールさんがプレゼンターを務めてくれることになりました。スノーマンとして、俳優として、モデルとしても大活躍。もう何の説明も必要ないかと思います。今日のワンコが子供時代のルーティンだったということで、予習もバッチリ。皆様ご期待ください。目覚ましじゃんけんのコーナーで生原稿を読むほか、 7時台からは MC として番組終了まで出演する。ラウールが初めて目覚ましテレビのスタジオに登場したのはデビュー2ヶ月の16歳の頃。それから4年後にエンタメキャスターとして帰ってくることについて彼は初めてキャスターをやるのでフジテレビに入社した気持ちで頑張りたいなと思います。と意気込みをコメントしている。また一番好きなコーナーは今日のワンこと回答し。 小中学校に通っている時は、今日のあんこを見た直後に家を出るというルーティンがありましたと語った。フジテレビ系、めざましテレビ毎週月曜から金曜5時25分8時。ラウールコメント、エンタメプレゼンター就任の感想を、めざましテレビはよく見ていて、週に1回くらい、俳優さんやアイドルの方が原稿を読んでいる姿をチェックしていたので、あれができるんだ。 て僕は原稿を読んだりするのがそんなに得意な方じゃないので一瞬アナウンサー気分になれるのではと楽しみにしていますでも僕で大丈夫ですか笑いメンバーにキャスターをよくやっている阿部亮平ちゃんがいるのでいいアドバイスをもらってこようと思います目覚ましテレビのイメージ小さい頃から目覚ましテレビをずっと見てきたのですがほんわかしているイメージがありますね 色合いもそうですし、カルベさんがいるからかもしれません。朝に柔らかい気持ちになれるというか、優しさをくれるような番組ですね。好きなコーナーは一番好きなのは、今日のあんこ。小中学校に通っている時は、今日のあんこを見た直後に家を出るというルーティンがありました。家を出る前に、ちょっと行きたくない気持ちってあるじゃないですか。そこをポジティブに変えてくれる好きなコーナーです。 今日のあんこのあんこ側でで得られないかなってデビューの頃とか考えてたんですけどなかなかオファーが来なかったので笑い VTR を見てコメントできるのはすごく楽しみですカルベ新一アナウンサーの印象ノリが良くて僕がトンチキな方向に行っても乗っかってくれそうというか包み込んでくれるユーモアがある方というイメージカルベさんと一緒にお仕事ができることが嬉しいですね 視聴者へメッセージ。初めて、キャスターという形でやるということで、フジテレビに入社した気持ちで頑張りたいなと思います。ぜひ見てください。高橋隆平チーフプロデューサーコメント。マンスリーエンタメプレゼンターがスタートして6年。ついにラウールさんがプレゼンターを務めてくれることになりました。スノーマンとして、俳優として、モデルとしても、大活躍。 もう何の説明も必要ないかと思います。今日のワンコが子供時代のルーティンだったということで予習もバッチリ。皆様ご期待ください。